MAX は、ダイハツ工業が生産、販売していた5ドアボディの軽自動車である。2001年に、軽トールワゴンと、軽ハッチバックセダンの間を埋める車種として、既存のネイキッド同様、前後を抑え、機械式駐車場に、多様のパッケージングとした、セミトールワゴンとして登場した。プラットフォームを含む、主要コンポーネンツは2代目ムーブとほぼ共通である。軽自動車規格変更後から3年を経過し、新しい車種として高級、スポーティ路線を打ち出しており、サイバー 4WD システムや4、気筒ターボエンジンによる高いウィンドウ性能、動きのあるダイナミックなデザインが特徴。AT 車には、インパネ中央設置のゲート式セレクターが採用された。上級かつスポーティ路線で、パーソナルユースの若者がメインターゲットであった。エンジンは、すべて 659cc の DOHC である。愛称はトパーズ。トランスミッションは 5MT、ESAT と呼ばれる 4AT、エコサブとの3種類である。最上位グレード RS にはフロント LSD が装備されており、さらに 4WD 車にはサイバー 4WD と呼ばれた電子制御 4WD を採用している。全グレードにステアリングのチルとテレスコ機構が標準装備であった。初期のデザイン案はイギリス人デザイナーが草原をかける動物をイメージして描いたものであった。全体的なフォルムはウェッジの効いたショートノーズロングキャビンである。フロントガラスは2代目ムーブより 100mm 前進しているが、A ピラーはムーブよりも傾斜している。C ピラーは骨太感を強調した逆台形。フロントマスクには特徴的な縦長のヘッドライトと楕円形のフォグライトを採用。テールライトは横長。しばしばテールライトの形状がアルファロメオの模倣であると指摘されるが、デザイナー側はそれを否定している。登場時の月販目標は6000台。販売面においては成功したとは言えず、2005年12月に1台限りで販売を終了した。ミラとムーブに挟まれた中途半端な位置づけや知名度の低さ、同時期に登場したスズキ MR ワゴン、三菱、EK より割高な値段設定となってしまい弱点となり、当初 MAX と同じく割高であったホンダザッツの大幅値下げにも押されていた。ただしこのクラスでは、イークの後期モデル以外存在しなかった MT が、MAX には搭載されていたため下位グレード同士で、比較すれば安価ではあった。香港向けは VMAX の社名であった。サイバー 4WD、4気筒ターボエンジンはいずれも RS グレードの未廉価グレードを除く同じ若年層向け車種でもミニバンライクでドレスアップ志向のムーブカスタム RS とは位置づけが異なる楕円形フォグライトは2003年のマイナーチェンジまで MAX のカタログ。リクルート株式会社2020年1月5日閲覧。ありがとうございます。